皆様、ハイタイ。はい、本日も久米島の魅力をお届けしていきます。イエーイ。今日は久米島の伝統の織物、染め物を体験できる久米島紬の里ゆいまーる館に来ています。イエーイ。はい、沖縄の紬の技術は琉球王朝時代に伝わったものと言われてるんですけど、実は日本の紬文化の発祥の地がここ久米島だと言われているそうなんです。すごいですよね。すごいよ。なので今日はこの紬の魅力を実際に織って染め体験を通して実感して体験していきたいと思います。それではレッツゴー。このゆいまーる館の展示資料館の前に植物がたくさん植えられているんですけど、これが紬に使われる染料の 色になるそうです。黄色系とか、山桃は黄色系、優な灰色系なんだ。意外、黄色になりそうですけどね。お花の色とまた違うんですね。ちょうどですね、15世紀から16世紀の頃、その当時は沖縄は、琉球王朝という、王国で、小さな王国、これの交易で、栄えていたと。その時代でちょうど、沖縄本島の手前に久米島があって、寄港地としての役割として、そういうことで明から養蚕の技術が広がったと。それからまた、このかすりのデザイン、この技法がかすりっぷり技法というんですが、このルーツはインドで、発祥はインドから当時東南アジアを経由して久米島に伝わったということで、久米島紬がこの15世紀の頃に、誕生したと言われています。そういうことで、琉球王朝からまた、この紬文化は、奄美大島、九州、それが本州に伝わったということで、この久米島紬は日本の紬の発祥というふうに言われている。そういう、ゆえんです。久米島紬は、久米島が全国に誇れる、そして、島根たちが大変、大切に、している木の織物です。ぜひまた久米島紬里ゆいまーる館に見学にいらしてください。さすが光れた、ね、思った、なんか作る工程で本当にもうすでに性格と個性が出てます。私はもう迷わないので、どんどん進みましたよ。
これから染め体験をしたいと思います。私がサトウキビ、ウージの色で染めます。はい、はい、で私が山桃と中原黒木の色で染めていきます、はい、そして私が月桃の色で染めていきます。これが、うん、果たしてちゃんと染まるのか。そうだ、ね、はい、そうだね、これは私たちのそうだね、はいはい、またね変わってくるので、はい、目標の色はこの3色か。はい、はい、うわちょっと渋いの大きい。すごい、でこれまたつけとくんですか。はい、話してください。話して、はい、これで煮出していく。入れていきます。もう月桃の香りがしますね。いきます。おー、もう色がついた。すごい、美味しそう。ピンク色、あ、こんな色のムチあるよね。このあれが絞られてるから、うん、これがこれこれが。ただいま煮染めをしているので、その間に今度は織り体験をしたいと思います。もう堪能してるね。そうだよ、もう紬の魅力を本当にね。いや楽しみだな。染めは本当に楽しみ、うん、どんな色になるのか、はい、私だってまだクリーム色だったので。そうだよね、あれがまた緑にね。いやいい香りだな。決まりました。はい、じゃあせーのしましょう。はい、せーの、お、うん、じゃじゃん、じゃじゃん、じゃ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 ん、はい、これを作りたいと思います。イエーイ、はい、そして今右手に持ってるので手と足が一緒ですので、はい、右足を強く踏んでください。はい、向こう同時にこっち開けますので、はい、ここから向こう行かせてください。はい、左手。あ、OK。通り過ぎて。そしたら今左手に行ったので、左足を踏んでください。向こう同時にこっちに。はい、2回目いただいたら、はい、こうから、はい、踏んだまんまね、はい、こちら行かせて、ここ耳って言いますけど、耳、はい、耳の方を気付けて、はい、で、はい、右足踏んで、右足踏んで、はい、右足踏んで、トーンと、トーンと、はい、私はもう慣れてますので、はい、本当かな、大丈夫、トントン強め、はい、しっかり打った方がね、しっかり打った方がね、さすが、今文様に入りました。銀玉ですね、銀玉の文様、これ真ん中ですね。私も模様に取り掛かっております。
まってます。私は月桃で染めてこの色に、ね、なったので、綺麗、本当に綺麗、はい、はい、私は山桃と中原黒木のミックスですね。3つとも本当に綺麗ですね。選べません、ね、で輪ゴムを剥がし、あの外してまた柄がその時に見えるっていうのもいいですね、うん、いいですね。ここ好き、好きだ。あ、どこ、あ、これね、うん、クモの巣でしたっけ、あの、クモの巣のやつだよ。あとこれなんだろう、ブーメランです。これはブーメランです。そうそう、奇跡が起きますね。ヒカルさんのハート、こういうハートがいた、ハートができました、ね、全部かわいい、うん、ね、世界に一つだけのオリジナルの染めを体験することができるので、ぜひ皆様もやってみてください。まだ檻が残ってますからね。そうですね、また檻に戻りましょう。頑張ります。すごい。進んでますか、かなさん。進んでます、もう楽しいです。模様が完成しました。残りの部分ですね、はい、を作っていきます。本日は久米島紬の里ゆいまーる館での織と染め体験をお届けしましたが、皆様いかがでしたか。楽しかったね。楽しかったね。本当に素敵。でこの歴史をまず学んで、はい、でそれをまたこの歴史を知ってから染め体験と織体験ができたので、はい、なんかより魅力がさ、作りながらもね、はい、感じながら作ることができましたね。はい、ね、染色を植物で染めてるっていうのと、うん、あとね、カイトの糸で作ってるっていうのも本当に何だろう、自然の恵みを感じますね。もうさ、10分にあの歴史をギュッて収めたビデオを鑑賞したんですけど、あれは絶対見てほしい、ね、本当だね、見た後に体験してほしい、うん、そうだね、そうだね、重みが増します、うん、で本当にもう一つ一つの工程がもう、はい、ね、丁寧で繊細で、もうそのきめ細やかさにをまた感じながら体験ができるので、はい、ぜひ久米島に訪れた時にはこの体験をやってみてください。はい、やっぱり伝統工芸に触れるっていうのは、ね、うん、すごくいいことです。本当に、ね、本当に世界に一つだけの久米島の工芸品を作ることができるので、ぜひ久米島の思い出を皆様作ってみてください、うん、でそしてこの動画を見て久米島の紬体験行ってみたいと思った方は、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、またやったい。もうこれは作らないと本当にね、わからないよ。作らなきゃ損損ですね。あ、そう、色似てるね。あ、そうそう、ね、いい感じ。確かに、私はあんまり見ないけど、はい、でも、見てる。はい、もう終わりです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。